坂本茂雄は、日本の法学者。法学博士。専門は、労働法、社会保障法で、日本労働法学会代表理事、日本社会保障法学会代表理事等を歴任した。大阪府大阪市出身。1951年兵庫、県立柏原高等学校卒業。1955年神戸大学法学部卒業。 1958年、一橋大学大学院、法学研究科修士課程修了。東三まみとしゼミ出身。1958年、一橋大学法学部助手。1959年、東京都立大学法系学部助手。1964年、静岡大学文理学部、助教授。1965年、同人文学部、助教授。 1973年同人文学部教授。1979年静岡大学評議員1983年同人文学部長。1993年同大学院法学研究課長。1994年静岡大学人文学部法学課長。1996年静岡大学定年大官。同名誉教授。 専修大学法学部教授、同大学院法学研究科教授。2001年4月29日、専修大学在職中に成居。1967年法学博士、アメリカの団体交渉制度このほか、静岡地方裁判所民事調停委員、静岡大学学生委員長、同教務委員長、同就職委員長、同大学入試センター試験室委員長、 日本労働法学会代表理事、日本社会保障法学会代表理事など歴任。ありがとうございます。